はい、それでは時間となりましたので始めたいと思います。大前涼介さんによるタッチイベントを捕まえようです。それでは大前さん、よろしくお願いいたします。はい、それでは、タッチイベントを捕まえようというタイトルでヤフーの大前が、話をさせていただきます。本日お話しさせていただく内容についての、解説およびサンプルコードおよび資料の URL を貼り付けております。と、資料の URL がちょっと入力しづらいと思いますけども、GitHub の方からもリンクを貼っておりますので、こちらからアクセスしていただけると思います。では最初に軽く自己紹介なんですけれども、私大前涼介と申します。現在 Yahoo で、Yahoo ブラウザおよび Yahoo Japan アプリの開発を担当しております。で、 IT 業界に入って1年ちょっとでございます。まあ、その前何をしていたかということは突っ込まないでください。で、個人での活動について、開発活動も行っております。なお、Yahoo は、本日、企業ブース出しておりますので、よろしければお立ち寄りください。ということで、仕事扱いでここに来たノルマは達成しましたので、自由に話をさせていただきます。で、本日お話しさせていただく内容なんですけれども、タッチイベントを捕まえて適切に処理して、気持ちのいい UI UX を実現しましょうということになります。で、話をさせていただく内容としては、モーションイベントの持つ情報で、ドラッグソフトの計算といった、非常に基本的な、Android での、タッチイベントのハンドリングの仕方で、それから、そういったイベントをハンドリングして、タップとはどういうふうに判定すればよいのかで、ピンチをどういうふうに、判定すればよいのかということをお話しさせていただきます。で、まずモーションイベントの持つ情報についてなんですけれども、このモーションイベントは、ビューとかのオンタッチイベントで、渡されるクラスになります。で、こちらは、タッチに限らず、さまざまな入力操作の、伝達に使われるクラスなので、非常にたくさんのパラメータを持ってはいるんですけれども、本日はタッチについてのお話のみさせていただきます。で、まずこの、モーションイベントを受け取った時に、座標の情報が欲しい、タッチをされた時に画面のどこが触られているかということを知るための、座標の情報の引き出し方です。で、座標の情報は、getx gety というメソッドを使うことで取り出すことができます。で、これは、ビューなどで受け取ることができるんですけれども、受け取る座標はその受け取ったビューの中での相対的な座標になります。なので、ビューが動くと、この相対座標の基準値も変わるということをちょっと押さえておく必要があります。で、また引数としてポインターインデックスというものを渡すことで、マルチタッチ、複数の点を触ったときに、それぞれの、たくさんの触られている点、それぞれの、座標を取得することができるというものになります。で、こちらビューの中での相対的な座標だったんですけれども、絶対的な座標の方が欲しいという場合は、get row x get row y を使用することができます。で、ただしこちら引数がないので、1個目の、ポインターの座標しか取れないので、ここでオフセットを取得して、他のポインターが欲しい場合はそこでオフセットの計算をそれぞれする必要があるというものになります。で、またちょっと後で話すんですけれども、座標の履歴情報にアクセスすることもできます。で、まずマルチタッチの時のポインターへの各アクセスですね。で、これはポインターインデックスというものを使用します。で、複数の点が触られていても、モーションイベントは一つのインスタンスで、イベントが伝わってきます。で、インデックスを指定することで各ポインターの座標にアクセスするという形になるんですけれども、このインデックスというものはポインターの識別に使うことができないということを気をつける必要があります。で、こんなことをやってみます。ポインターのインデックスで色を決めて、その色で、ポインターの座標を描画するということをやってみます。ということで、2本の指がこうずっといった後に1本の指が離れると2本目の指の色が変わってしまいました。で、例えば人差し指中指という順番にタッチした場合、人差し指がインデックスの0、中指がインデックスの1になるんですけれども、その後人差し指を離してしまうと、今度中指がインデックスの0になってしまうということになります。で、そういった時にどうやって識別すればいいかというと、ポインターの識別にはこの ID というものがあって、それを使用することができます。で、先ほどの処理をちょっと改善して ID によって色を決めるということをやってみます。といった形で、指が離れても色が変わることはありませんでした。はい、
で、このようにマルチタッチの各ポインターの識別を行います。で次に、タッチイベントの更新頻度についてですけれども、タッチのイベントなのでタッチセンサーが検出した座標の情報が送られてくるんですけれども、そのタッチセンサーが、検出した座標の、検出したタイミングすべてで送られてくるわけではありません。ある程度間引かれて、通知されてきます。ただし、その間引かれた情報はもう捨てられるというわけではなくて、その通知されてきた、モーションイベントの中に履歴情報として格納されています。で、UI の操作をこのイベントをもとに行う場合は、最新の値さえあれば大抵事足りるんですけれども、軌跡を描くようなアプリを作りたい場合はこういったところを考慮する必要が出てきます。で、先ほどと同じような流れでですね、ヒストリーの情報について描画するということをやってみます。で、最初はヒストリーなしで描画して、後からヒストリーありで描画してみます。でヒストリーなしで描画するとこう、ヒストリーありで描画するとこうという具合に、軌跡をこう描画して滑らかな曲線を描きたいみたいなお絵描きソフトなんかを使う場合はこういった、履歴情報を利用する必要があります。さて、次に、モーションイベントの持つ情報としてこのイベントの種別というものを考えてみます。でイベントの種別はアクションという、値で伝わってきます。で、まず getActionMasked というメソッドで、タッチイベントの種別を取得することができます。でまたマルチタッチの時にどの点でそのイベントが発生したのかということを知るために getActionIndex というもので知ることができます。で、もともとこの get action だけだったんですけども、これ2つの情報のビット1になっていて、マルチタッチの時はこの get action だけではちょっと足りないということになります。で、このアクションマスクドの値ですね。で、でこのアクションマスクドの値で、タッチの時に考慮しなければいけないのは大体この、6種類になります。でアクションダウンが指が触れた時で、アクションムーブが移動したとき、アクションアップが指が離れたとき、アクションキャンセルというのが、これもタッチイベントの終了になるんですけれども、これは、指が離れたというよりは、他のイベントにこのタッチの処理が奪われてしまった。そのため、ここで、例えばタップの判定などをキャンセルする必要があるというときに通知されます。で、マルチタッチ用の、イベントとして、ポインターダウン、ポインターアップというものがあります。1点目が触れた時、指が触れた時はアクションダウンが来るんですけども、2点目触った時はアクションポインターダウンが来ます。で2点以上ある状態で指が離れると、アクションポインターアップで、最後の1本が離れる時にアクションアップが来るという形になります。で、こんなドラッグできるビューというものを考えてみます。で指に従ってこう動かすことができて、ヒュッと指を離すと、完成動作をするというものです。で、先ほど の座標の情報とイベントの種別から、こういったものを実現するためにはどうすればよいかということを考えるとですね、ざっくりとこの必要なところだけ抜き出しになるんですけれども、こんな形になります。アクションムーブの時に、座標の変化量というものを、取り出して、それを、ビューの座標に加算してあげると、こうすると、ドラッグに従って、その指に追従するように動くというものを実現することができます。で次に最後指を離した時に完成動作していました。その完成動作のドラッグの速度の計算というものをする必要があります。で、Android ではドラッグの速度の計算をするときには Velocity Tracker という、クラスを使うのが簡単です。これは Add Movement で、モーションイベントを渡し続けて、で最後に Compute Current Velocity で、速度の計算を行うことができます。で、この Compute Current Velocity には引数を渡すことができて、これ単位がミリセックになっていて、1を渡すとピクセルパーミリセカンドで、線を渡すとピクセルパーセカンドみたいな形で速度の、計算を行うことができます。で、ベロシティトラッカーの使い方ですけれども、おおむねこんな感じで、オブテインで、取得してきて、アドムーブメントで、イベントを渡します。で最後のアクションアップの時にコンピュートカレントベロシティで、各、速度を計算して X 軸 Y 軸それぞれの速度を計算して、取り出すということを行って、で最後にリサイクルで解放するということになります。
ただし、先ほどの、ドラッグできるビューについてはこれでは間違いになります。で、なんでかというと、モーションイベントの座標情報はビューの中での相対的な座標というお話をさせていただいたんですけれども、今回ドラッグに従って、ビュー自体が動いているので、そのドラッグに従って動いているビューの中での相対的な座標というのはほとんど動いてないような形になると思うので、これをそのまま速度の計算に使ってしまうと、正しい速度にはなりません。で、正しい速度の計算を行おうと思うと、絶対座標に変換した上で、ベロシティトラッカーに渡してあげる必要があります。で、座標を補正して渡す、簡単にはこんな感じです。で、ロー X とローy で絶対座標が取れるというお話をさせていただいたんですけども、その値と getx gety の値の差分、これがオフセットになるので、その分のオフセットを加えてあげて、ベロシティトラッカーに渡します。で、速度の計算が終わった後はその、オフセット分を戻しておくということをします。で、オフセット計算して戻すんじゃなくて、コピーを作って、オフセットを加算した後は捨てておくというやり方も、あるっちゃあります。で、重要なのは、オフセット計算をして、計算に利用するのはいいんですけども、オフセット計算をしたイベントをそのまま、終わってしまうと、その後の処理にもその、モーションイベントが使われるので、その後の計算がおかしくなってしまうので、オフセット計算をした場合は必ず元に戻しておくということが必要になります。さて、次に先ほどのドラッグできるビューというものを作りましたけれども、今度はそのドラッグできるビューをタップもできるようにしましょう。指を動かせばドラッグで指に追従するし、タップすればタップに反応するというものをやってみます。で、Android のエンジニアなら、オンクリックリスナー登録すればいいっしょというふうに思うとかもしれません。で、クリックの判定はオンタッチイベントの中でやられてるんで、オンタッチイベントの中でスーパーのオンタッチイベントを読んどいて、アイコンの方にセットオンクリックリスナーというものをセットしています。多分予想がついてる人はほとんどだと思いますけども、これをやってしまうと、ドラッグして指を離した場合でもクリックの判定になってしまうということで、ドラッグもできてタップもできるんだけども、ドラッグしただけでタップの判定をされてしまうと、ちょっとそれはユーザーの意図とは違うんじゃないかということになります。なので、タップとは何かということをちょっと考えないといけないということになります。で、タップとは何かって言われても、ざっくりと印象というかインスピレーションで答えると、指が触れた後、移動させず素早く指を離すみたいな感じかなというふうに思う人が多いかもしれません。となると、素早くってどれぐらいなんだろうとか、移動させないってどういうことなんだろうとかということを考えないといけないんですけども、こういう方向に考え始めるとちょっとうまくいかなくなってしまいます。で、どうするかというと、指が触れてから指を離すまでの間に他のイベントが発生しなければ、もうそれはタップだというふうに判定してしまいます。で、例えば Android だと500ミリセック以上タッチしているとロングクリックだっていう判定がなされます。ただし、その時にはロングクリックリスナーが登録されてなくて、その中で何もしない場合は、この500ミリ秒を超えて触った後に指を離してもタップと判定してしまっても良いと。で、ドラッグだとかスワイプ、をした後であっても、それによって何も発生していなくて、そのまま指が離れたのであれば、例えばあるボタンの端をタップしてからドラッグして、そのボタンの端で指を離すみたいなことをやっても、これもタップとして判定してしまって良いだろうということで、他のイベントが発生したかしていないかだけで判定すればよいということになります。で、今回の場合、ドラッグできてタップできるなので、このドラッグとタップの境目ってどこだろうということを考える必要があります。で、ここで使用する値がビューコンフィギュレーションのゲートスケールドタッチスロップという値になります。で、これはスクロールとタップの移動量スレッショルドになります。なので、この移動量を超えて移動した場合に初めてスクロールと判定する。この移動量の範囲内であれば、通常のタップであるというふうに判定します。で、よくやりがちなのが、アクションムーブが発生しないで指を離したっていうパターンで判定してしまうと。これやってしまうと、デバイスによってもう違うんですけれども、ほんのちょっと触っただけでもムーブが発生するっていう端末があったり、中には発生しない端末があったりするのがまたややこしいんですけれども、そういった感じでうまくタップの判定ができないということになってしまいます。で、このビューコンフィギュレーションを使って、こんな感じで判定します。
でアクションダウンの時に座標を覚えておいて、アクションムーブの時にその移動量を計算します。でこのタッチスロップの値を超えてるか超えてないかでドラッグなのかそうでないのかということを判定しています。でアクションアップの時にこのドラッグが発生していなくて指が離れたんだからこれはもうタップだろうというふうに判定を行います。まあ、それをやるとこんな感じで、ドラッグして指を離しただけだと反応しなくてその後タップした時にタップと判定されるという形になります。はい、で次に、タッチイベントの伝播についてのお話をさせていただきます。タッチイベントを拾うメソッドというのは、まあ、大体こんな感じです。でアクティビティだとかビューグループビューにそれぞれディスパッチタッチイベントオンタッチイベントがあると思います。またビューグループにはこれ以外にオンインターセプトタッチイベントというものがあります。で、これを図に表すとこんな感じになっていて、アクティビティのところのオンディスパッチタッチイベントが呼ばれると、ビューグループに伝わってその中でインターセプトタッチイベントが呼ばれて、コビューの、ディスパッチが呼ばれる。でコビューから戻ってきた後に、タッチが呼ばれるというような流れになります。でここで、オンタッチイベントにちょっと着目してみます。でオンタッチイベントでは上位レイヤーから順にコールされていくことになります。で、この時にアクションダウンで、true を返す時にそのビューがそのイベントをハンドリングすると宣言することになるので、アクションダウンで true を返した ところの、ビュー以下にはタッチイベントがコールされなくなります。で逆にですねアクションダウンでフォルスを返す と、このビューはそのタッチイベントをハンドリングしないだということになってしまうので次から、イベントが配信されないということになります。なので、アクションアップのみ必要な場合でもアクションダウンの時にトゥルを返しておく必要があります。で、これが多分タッチイベントを初めて触った時に必ず花丸だろうというところだと思います。こんな感じで、ビューが、ビューのオンタッチのところで、true を返すとそれより下にあるビューグループではその タッチイベントが呼ばれなくなります。で、ビューのところで false を返すとその下にある、ビューグループのタッチが呼ばれます。でそこで true を返すとそこから下には伝わらなくなると。で、ビューのところで false を返したので、次のムーブだとかアップだとかは、ビューの方には伝わらなくなるということになります。で、次にオンインターセプトタッチイベントの方に着目してみます。でこちらは、逆に下位レイヤーから上位レイヤーに向かってコールされていきます。でこれは上位レイヤーのオンタッチイベントがコールされる場合に、まあ、コールされるという形になります。でこいつが true を返すとですね、まあ、アクションダウンかダウン以外かで、動作が変わります。アクションダウンの場合は、true を返したそのビューグループの中のオンタッチイベントがコールされます。で、上位レイヤーのディスパッチタッチイベントはコールされません。なので、それより上にあるビューはタッチイベントが発生したことを知ることはできないということになります。で、ダウン以外の場合は、すでに上位のビューに対してタッチイベントが配信されていますので、オンインターセプトタッチイベントで true を返した時点で上位のビューに対してはアクションキャンセルが通知されます。なのでキャンセルが通知されたので、アップと同じ処理をしてしまおうとするとこの時にタップ判定がされてしまったりするということになるので、ここでもうタップの判定とかもやめてしまわないといけないということになります。で、その後のイベントについてはその、オンインターセプトタッチイベントが true を返した病院のオンタッチイベントがコールされるようになるということになります。ここですね、ビューグループで true を返すと上位のビューの方にはイベントが伝わらなくなってそのビューグループのオンタッチが呼ばれるようになると。さて、この伝播の仕組みを用いてですねこんな問題を考えてみます。ここだけ触れるようにしてと、まあ、よくあると思います。新機能ですよっていう。でこういう画面を出した時にですね、この穴の中だけ触れてそれ以外のところは触れないようにしてっていうのは、まあ、よくやりたい、やりたくなると思います。で、先ほど言ったように、上のビューが、フォルスを返した時にだけ、下のビューにタッチのイベントが伝わるということを考えますと、どうすればいいかというと、このオーバーレインのところのビューでですね、タッチの座標を
計算してですね、先ほどの穴の中か外かで、戻り値 true false を変えます。 false を返すとその下のビューがタッチに反応する、true を返すと下には、タッチイベントが伝わらないので、反応しなくなるということになります。はい、次にちょっとややこしいです。ドラッグ操作を受け取りコビューの位置を動かすビューグループで、コビューはオンクリックリスナーを登録できる。まあ、ややこしいですけども、リサイクラービューみたいなもんだと思ってください。で、リサイクラービューってコビューを並べてこうスクロールさせることができたりして、でただコビューに対してはクリックリスナーを登録してクリックの判定したりすると思います。で、まあ、それを、まあ、先ほど の例と同じようにアイコンを動かすというもので作ってみます。はい、動かすことができます。まあ、外触っても動かせます。でタップができますと。で、こういったものを作るときに考えなきゃいけないことなんですけれども、そのスクロール処理自体はそのビューグループの方で判定を行うんですけれども、ビューグループでスクロールを判定するから俺が、タッチイベント使うんだっていうふうにしてしまうと、コビューの方にタッチイベントが伝わらなくなるので、コビューの方の クリックリスナーが反応したくなってしまいます。で、逆にですね、コビューの方がクリックリスナー登録してくれればいいんですけども、登録していない可能性もあると。その場合は、コビューが true を返してくれないので、自分ももう何もしないと次からイベントが来なくなるということになってしまいます。で、またコビューが全面を覆っているとは限らないので、自分が直接触られる可能性もあるといったことを考える必要があります。で、こういったことを考えて、そのビューグループで何をするべきかというと、まずオンインターセプトタッチイベントでは、ドラッグの判定されるまでフォールスを返し続けて、ドラッグが始まったと判定したときにトゥルーを返す。なのでドラッグが始まるまではクリックの判定を行っているのでコビューに任せる。で、ドラッグが始まったのでスクロールは俺がやるんだということでトゥルーを返すということを行います。で、今度オンタッチイベントの方ではですね、必ず true を返す必要があります。これは、オンインターセプトタッチイベントの方で true を返した場合もそうですし、コビューが、イベントを受け取らずにオンタッチイベントの時に false を返してしまった場合もここに来てしまうので、ここで true を返しておかないと、ドラッグの、イベントを判定することができなくなります。で、こういったことを行って、コビューを動かすことができるビューというものを作ります。さて、次に、ピンチのお話になります。で、こんなものを考えて作ってみます。この格子状の、マス目があって、こうやって動かすことができます。で、縦方向に伸ばしたり、横方向に伸ばしたりということができますというもので、まあ、一種のマップみたいなものなんですけども、まあ、全体のマップに対して小さな窓があって、その中を表示しているみたいなものだと思ってください。で、ピンチによる操作を、判定したい場合、Android だと、スケールジェスチャーディテクターというものを使うことができます。で、これに対して、タッチイベントを渡し続けていくと、ピンチの操作をスケールの大きさの変化として、イベントが通知されるというものになります。で、こんな形で、スケールの変化を、反映させてみます。で、これだけやった場合の例です。で、ずっと大きくすると、まあ、スケールは大きくなってるんだけれども、なんかイメージと違うよねという動きをしていると思います。で、違和感の正体なんですけども、ピンチの操作した場合、操作の中心から拡大しているように見せないと違和感が発生してしまいます。先ほどの場合は単純にスケールだけ変化させたので、画面の左上を中心に拡大してしまいました。で、操作の中心ってどこよというのを、まず求めて、そこが動かないような拡大操作というものをする必要があると。で、これはスケールジェスチャーディテクターの機能で、get focus x get focus y というものを、使って、操作の中心を取得することができます。で、この座標を中心に拡大させます。で、赤枠でくくっているところです。で、まあ、スケールの変化によってその中心座標がどれだけ動くかを計算して、それを逆方向にずらすことによって、まあ、その点が動いていないように操作させるということをやります。ではやってみます。
なかなかいい感じで拡大できたんじゃないかなというふうに思います。で次にですね、ちょっと意地悪なことをやってみます。左下の点を動かさずに左上の点のみを動かしてみます。はい、ちょっとなんか違うような気がしますよね。はい、こうなってほしい。格子状の模様を描いているので、格子の対角にそれぞれ点を合わせて片方の点だけグッと動かした場合でも、その、矩形がその、の頂点が指に追従するように拡大してほしいと思うと思います。で、この例はちょっと極端な例なんですけども、一般にピンチってやった場合、ポインターは必ず均一に広がるわけではないです。で、人差し指と親指でピンチした場合、どうしても人差し指の移動量の方が大きいはずですね。なので、そういった不均一な、ピンチというものを想定する必要がある。で、不均一なピンチをしたときになぜずれてしまうかということを考えるとですね、この不均一なピンチの操作っていうのは実は移動が含まれています。こういうふうに不均一に動くと中心座標が動いてるんですね。で、中心座標が動いているということは、その分スクロールしているというような動きをさせないと違和感につながってしまいます。で、この中心座標の移動というものをどうやって取得するのかというところで、スケールジェスチャーディテクターではちょっと機能的に不足しています。で、どうするかというと、ジェスチャーディテクター、スケールジェスチャーディテクターではなくてジェスチャーディテクターの方を使います。で、こちらの方で、オンスクロールというイベントを取得することができるので、これで移動量を取得することができます。で、もう一つ、GitHub の方で私が、作っているのが、マルチタッチジェスチャーディテクターというもので、これで、このピンチ操作によるスケール操作プラススクロール分を、通知することができるジェスチャーディテクターというものを作っています。で、こちらを使って、どういう計算をするのかというものを軽く説明させていただきます。マルチタッチなんで指が離れたり増えたりっていうところを計算するための処理がちょっと前半に入ってますけども、まずは中心座標の計算を行います。まあ、全座標を足してポイントの数で割れば中心座標が求まります。で、次にその中心座標から各点までの距離の平均を求めます。これがいわゆる指の間の距離になります。で、この指の間の距離がどれだけ変化したかっていうのがスケールの変化で、中心座標が移動した分がスクロール量ということになります。で、その2つの値を通知するようにします。で、オンムーブとオンスケールという形で通知しています。で、これでやってみます。こんな感じで格子模様に対するその各ポインタの相対的な位置が変わっていないような形で、きれいに動いてくれているのが分かると思います。完璧な操作ですと。で、これだけのことをやるとですね、ちょっと意地悪な、さらにピンチしながらドラッグみたいなことをやってみますとやった場合ですね、はい、ちゃんと指に追従してスクロールしつつも、きれいに、ピンチに合わせて拡大されると。じゃあマルチタッチということで、先ほどまで2点だったけど今度3点以上どうなるのよということで、先ほどの例はループ回してたことから分かると思いますけども、タッチのポインターの数をがいくらでも対応できるようにしてあります。3点でやってみます。なんとなくイメージ通りに動いてると思います。次4点でやってみます。という具合に、何点でやってもその各点に吸い付いたような形で、拡大操作ということが実現できたと思います。で、まとめとしましては、タッチのイベントハンドリングを、注意深く行うことで複数の操作というものを違和感なく実現することができます。で、実装内容というものは先ほど紹介スライドで紹介できた程度の、ほんのちょっとしたものです。で、そのちょっとした工夫をすることで、違和感なく操作できる UI が実現できて、それは UX を高めることができます。なので、工夫してもっと気持ちいい UI を作りましょうというところで、以上で発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。